どうも、ビデオゲーマーです。プレスト編続きやっていきます。で、今回はサウサンプトン戦やっていきます。で、サウサンプトンが17位ですね。で、うちのプレストン7位なので。まあ、前回の後に、まあ前回はね、3年目の補強の選手を紹介したんですけども、で、前回の後に、引き分けて、ニューカッスルに4対0で圧勝しまして、まあ試合内容的にはね、圧勝ではなかったんですけど、まあ結果的に4対0で勝ってて、攻撃陣と守備陣が、まあ頑張ってくれたかなっていう感じですね。シュート本数は多分ニューカッスルの方が多かったと思うんですけど、なんとか、まあ効率よく得点重ねて勝ったって感じでしたね。試合内容的には。なので今回のサウサンプトンも、そんな感じでできたらなと思います。まあ動画になって入荷する戦を再現できたらいいかなと思うので。で、今からですね、いつも、まあいつもっていうか、まあ、そんなに頻繁にはやってないんですけども、やってるようなことをちょっとね、やっていきたいと思います。ですね、メンバー表行きまして、インポート行きますね。で、相手のスタメンを見ます。ここで。442のフラットですね。で、まあ、どこが穴かを見るということなんですけども、まあ、この場合ですね、サウサンプトン今17位で、まあ、星の数は4つなんですけども、まあ、ディフェンスラインとあと中盤のスラッテリーが穴かなと。あと、両サイドバックですね。まあ、ラムセイとボンキンス。まあそこが狙い目かなと思いますね。能力的にはまだそんなに高くないと思うので、この3人がスタメンだったらですけどね。なのでまあそこを狙い目に、うまく中央でパスをもらってサイドに散らすみたいな、いつものような攻撃がうまくはまれば得点を重ねれるんじゃないかなと思います。ただまあ前線の2枚がね、まあ77ということで強いのでしょう。まあ、アダムスがね、あれかもしれないですけども。もう一人なんて呼んだらいいのかちょっとわかんないですけども。イタリア人っぽいですね。彼が、イタリア人なんかな？どうなんだろう？ちょっと気になるから見てみようかな。どこだ？イタリア人ですね。これはベローナかな？エラスベローナっぽいですね。ユニフォームの感じがね。黄色と紺色というか、深い青なので。カレリが出ないんですね。ああ、調べれるな。ああ、決定力そこまで高くないけど、バランスいいですね。ああ、ドリブルとコントロールがうまいですね。これはドリブルを食らえたらちょっとまずいですね。じゃあ、試合開始のとこまで行ってスタメン決めますか。まあ、センターバックのところにスピードはそこまでないと思うので、ここにサンソーネじゃなくて、今回はカラム・ロビンソン入れますかね。で、ウッドバーンじゃなくローレンスを。ね、メンデス・ラングが、ニューカッスルの試合で、点決めて動きが良かったので、このまま使いましょう。で、アシュリー・ヤングじゃなく、レドソン入れます。で、ここに、アキエミ入れましょうかね。うん。ゴールキーパーは、スティアでいいでしょう。さあ、ベンチ、ロフタスチークじゃなく、フーリハン入れますか。フリーハンって呼んでたけど、フーリハンですね。ずっと間違えてたわ。さあ、ベンチですね。アシュリー・ヤング休ませますかね、この試合ね。で、ロフタスチークも休ませましょう。こうかな。ジャハン・バフシュを最近試合に出してないので。オジョは出せというので、じゃあ、メンデス・ラングに変えてオジョ出しておきますか。まあ、相手の順位のことも考えて、変えるとこは変えて、変えないとこは変えないでやっていきますかね。まあちょっと控え多いし、ここのシャープネスが気になりますけど、
まあ、うまく動いてくれたら大丈夫かなと思います。うん。ああ、そのままスタメンに来るんですね。オッケーオッケー。じゃあ、どこが、キープレイヤーか。フーリハンかな。フーリハンがうまくパス散らしてくれたら大丈夫かなと思いますね。あとは、次に鍵になるのが、両サイドのローレンスとオジョでしょうね。ローレンスかな。ローレンスのクロスがうまくはまれば、ジャッターにピンポイントで合えば大丈夫かなと思いますけど。まあ、そのあたりでしょうね。はい。では試合の方ね、やっていきたいと思います。Yeah, thanks, Derek. I'm just hoping we get a nice, quick tempo from the start of this game. Both teams do like to get forward. Both positive in their approach in the game. はい、じゃあやっていきまーす。やばい、ちょっとシャープネスがね。黄色とオレンジなんでちょっと動きがねあれですけど、まあおおいいよ、ナイスナイス、いいですね。あー、惜しい惜しい、もうちょっと体前に張っとけばワンチャン入ったかもしれないですね今ね。ローメンに行っちゃった。さあ、ファーストディフェンスというかセカンドディフェンスも大事ですよ。サウサンプトンハマれば強いですからね。はい、じゃあやっていきまーす。はい、じゃあやっていきまーす。PK 嘘、今のでマジ、それはきつい。しかもイエローかよ。倒れたかな。これで PK はきついな。同じ顔が2人いるわ。怖かったよ。いやー、どうだろう。今ので PK は痛いな。ちょっと予定が狂ったな今のは。さっきこっちが倒れてたけどな。しかもイエローか今ので。主審結構辛いかもしれんな。まあやっぱサイド穴でしょうねこれね。あー、やってもった。ちょっと今のは寄せられて焦ってしまったな。いや、おお、オッケー、ナイスナイスナイス。いける、いける、いけいけいけ、いけいけ。ああ、止められた、でもコーナーコーナー、オッケーオッケー。今のは左で打てんかったかな。ああ、ボールの位置がしょうがないですね。スラッテリー早くね。おっと、ボールは残ってると思ってなかった今。Now what can they do from here?うわー、ファウルか、ハンドかな。
いやちょっと流れがサウサンプトンですね。お、危ない危ない。いやーもったいね。今の角度が良かったら通ってたろうな。いける。OKOK、まあ、PK のチャンス以外はそこまでかな。おっとやべ、あ、やべ、ずれちゃった。オッケーオッケー、危ない危ない。今のはミスったのは痛かったな。あぶね。焦るな焦るな、焦らなくていいよ。剥がしてってん。まあ出てるね。お、いつのいつのオフサイド。めっちゃ時間経ってから来るやん。びっくりした、こっちかと思った今。オッケー。やっぱちょっと守備陣が不安があるな。いやこの PK は痛かったよ。あれジャッジリプレイだよ。今のハンドちゃうんかな。VAR 欲しいわ。Strong play here on the shielding front. Possession changes hands. The interception there.あーコーナーか。どっちにも流れいってる気がするな。このコーナー危ないですね。危ね。うまっ。あ、受け出てるわ。サンサンプトのプレッシャーがきついから剥がしていくことをしないとなかなか厳しそうな気もしますけど。あ、ずれたな。これ気をつけないと危ない、失点するわ。おお、やべえ、マジか。ナイス。あー前半終わったね。 PK の1点が重くのしかかってんな。うん、ちょっと焦りすぎてるな、気をつけないと。はい、後半やっていきます。王城に帰ってメンデスラング入れました。まあちょっと王城がね、まあ、パスをそんなに出してないのもあるんですけど、まあ、ちょっと動きが、まあそれを言ったらカラム・ロビンソンもそうなんですけど、カラムは決定力あるのでちょっと残しておきたいなと思って。いける、 OK。 おこぼれ方が悪かった今。
Don't forget we have more live action from the Premier League coming up here on EA TV. It's Southampton. ナイス、うまい守備。Yeah, that looks a great matchup, doesn't it? Looking forward to some fast flowing football there. Robinson. Now can they counter clinically? いける。And he's through here.うわ、マジか、止めるか、ナイス、キーパー。いやー、今の動き出しもパスも良かったけどな。オーケーオーケー、キーパー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 。おー、ナイス、いいですよ。オッケー、スローインにしてちょっとメンバー集めよう。いや、絶対そっちやと思うけどな。いや、でもあのスライディングかわされたとこはさすがシムズやったなって感じやったわ。チャンスとプレイイン。パス出せなかった。サウスンボトンは残留かかってるからな。ここで勝ち点拾えたら大きいよな。ほら来るよな。Well, this is the home of live football, EA TV, and we have more action coming up. おっと、なんか知らんけど壁あった今。It should be. And a fantastic diving save. いやー、一点守りに来てる。And over comes the corner. Romeo. Will he finish? あっちゃ。これはまずい。選手交代しよう。ジャハンバフシュ入れよう。2点は痛いな。ローンズ、ウィリアムズ。Here's Hourihan.サイドが穴って分かってるから。ジャハンバッシュ、ウィリアムズ。The attacking options appear plentiful. いやいやいや。Defending to win the ball back. Jack Stevens. Elianusi. Good physical play. 1点取ったら分かると思うよな。いや、動き出しがよろしくない。それはなんでディフェンスライン重なるとこ行った。やっぱあぶね。いやー、ちょっときついですね。トム・ローレンス、ディエゴ・リコ、15 minutes remaining。 チャットが全く出てきてないもんね。よっしゃ、1点取った。 OK OK OK。 まだ分からん分からん分からん。オッケーオッケー。Well, looking at this again, he's onside, thanks to a lovely through ball. こういう動き出し良かったですね。さっきね、チャンスになりそうな時にセンターバック2枚の重なってるところに走ってったから喋れてないけど走っていったからね。こういうもう一回だったらちょっとまずいなと思ったけど、うまく間に抜け出してくれて点入ったから。ここで選手交代しますか。ちょっとオーバーフェミに変えましょう。パス出したけどちょっとあれですね、
今日はあんま良くないですね。ジャッタは。オバフェミはフルス対戦ですけど、出るな、オッケー、見せてくれた、こっちボール。とりあえずはもう1点、もう1点。あぶね、いた、ノーファウル。Just listen to the fans here, Derek. They've just kept their noses in front, and these fans are doing their best to push them to the final whistle. And plenty of scope to be created. 主審がこっちに辛いな。Can they fashion something? They need a goal. This could be the equalizer. よっしゃ、オッケー。よし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 。Well, here it is again. You're trained from このワンタッチよかった。うまい。ちゃんと枠飛んでるわ。素晴らしい。Well, the manager knows that's plan A, so この同点は素晴らしいよ。結構やばそうな気でしたから。もう1点取りたいけどな。でもカウンタークラスな気するよな、時間的に。ロメウエリオヌシkeeping possession of the ball with authority. And the search goes on for a winner. Time is tight. And teammates to play it to. Makes his way in field. ちょっと待って、ボール取れねえ。おー、いいよ、ナイス、ウィドソン。一回戻し。あー、それはもったいない。Well, the home fans are a little bit frustrated today. The team hasn't been at their best, but surely the quality will come. マジかよ。Nice looking pass. Cuts it back. Well, strong play here. Can they forge ahead? あぶね。Still a chance. いけんちゃん。もうワンプレーいけんちゃん。いける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 。うわーマジかー、マッカーシーナイス。真正面すぎだ。あー引き分けに終わっちゃった。いやーでもこの試合面白かったな、流れがすごい変わったな。最後のマッカーショーも見事でしたね。よく追いついたわ。And the final analysis, a really positive performance from this man, Lee.Well, he's played so well today and got the goals as well, but those goals have only got his team a draw. はい、まあ試合の流れとかいろいろ考えたらよく同点に追いついたなっていう試合でしたね。ジャハンバフシュが2ゴールっていうね、まあ交代がうまくはまってくれたかなと思います。ただ最後のね、フーリハンのゴールはちょっと決めたかったですね。マッカーサーがお見事でしたね。マッカーシーか。マッカーシーがお見事でしたね。マッカーサーはあれですね。クリスタルパレスの選手ですね。どれが、スイーパーが、あれですね。なんか3人おった気がするんやけどな。誰なんだろう。メールが来てないからわからんな。あとで確認しとこうかな。はい、いやー面白い試合でしたよ。
個人的にはすごく面白かったですよ。最初のは PK かなって感じですけどね、先にこっちがスライディングいってその後倒れてるからね、アダムスかね、うん、引っ張ってるわけでもないけどどうかなっていう感じの判定かなと思いますけど、で次回が1月の補強になりますね。はい、さあどんな選手と契約するのかね、どうしようかな、悩むな。そこまでで調べれているかな、ある程度。うん、まだプレミアリーグ終わってないですよね。プレミアリーグとかに移籍してきてる選手多いからね。なんでアスパス点取るね、10点、ソン・フンミも点取ってるですね。キャラバトロインすごいな。はい、まあとりあえず、今回はこれぐらいで終わりますかね。はい、ではご視聴ありがとうございました。ではまた次回です。じゃあね、バイバイ。